ふみやきんでございます。こんにちは。こんにちは。佐藤ひらきです。続いていますよ。夏休み特別企画がですね、本日若者血祭り第2弾でございまして、はい、まあ、前回ね、ちょっとこれから IBS 外国学院を経て世界に行こうかっていう高台からね、ちょっとこの間の時の話に、5歳の頃とかにこう夢中になったとか、寝ても覚めても夢中になったみたいな、もうそれの典型が佐藤ひらりじゃないかということで、ちょっと今これキーボードの前の椅子に2人でちょっと夫婦漫才風にね座ってますけど、彼女はですね、実は生まれながらの全盲でいらっしゃって、ひらりちゃんにはこう視覚、目がね、何も見えてないんです。だけど光は見えるけどね、光は見えてるけど、お母さんのちょっと天然なお母さんが見たおかげでこんな天才が育ったというですね。またこのお母さんがね、酒が好きもうやめ、もうやめときっていうぐらいお母さん酒好きですね特にビールばかりをずっと永遠飲み続ける、まあ、そんなお母さんがひらりちゃんにまたまたまね、ちっちゃい時にこんなおもちゃのピアノがあったんやろ。はい。で、美空ひばりの川の流れのようにをテレビから聞いた時に、このひらりの中の何かが入ってスイッチが、いや、なんか保育園の自動演奏で最初は聞いたんですけど、自動演奏で聞いた、それで最初は今日メロディーだけでまず吸い込まれて、今度 CD、 本当の美空ひばりさんの CD を聞かせてもらったら、もうなんか吸い寄せられるように、吸い寄せられる、この喋りだけじゃなしに微妙な動きをスティービーワンダーとダブらせながら皆さん見てほしいなと思うんですけど、まあそのおもちゃのピアノから始まった、でも人生って本当ね、何あるか分かんないですよね。でもそのね、視力を失ってしまってるというないものを見てたら暗いことばかりを引き寄せるけど、ね、彼女にはまだまだたくさんのものがあるからですね、だからそこが今ね、花開いて、もう中学時代から実は僕結構仲良くしてて、卒業、中学卒業、新潟の燕三条やな、はい、どっちや、燕か三条か、三条です、三条なんで三条だって、燕と三条いろいろあって、あ、いろいろちょっと仲悪いやな、三条です、三条で、そこで、まあ、中学の頃から結構僕初めてひらりちゃんに会った時はもうほんと感動しました。もうほんと感動してね、彼女を応援したいなって。今は中学、新潟の中学出て東京のこう盲学校なんですかね。はい、音楽が学べる盲学校。音楽が学べる盲学校、普通の普通科もあるんですけど、そこの音楽科という形です。ですよね。はい、まあそんなわけでちょっとご挨拶代わりに佐藤ひらりの、さっきから練習してないからやめてやめてって言ってるんで、ちょっともしかしたら失敗するかもしれないけれど、めっちゃ動きの速いですね、全盲の17歳少女がこれを弾くかというのをご挨拶代わりにちょっとご覧いただきたいと思いますので、佐藤ひらりタイムをちょっとよろしくお願いします。イエイ。まだ失敗しそう始まりますよ、千本桜でございます。いやー、でも素晴らしいですね。いや実はその佐藤ひらりちゃんがですね、
今日その同じ盲学校のね、はい、先輩を一人お友達連れていてくれて、はい、ちょっと無理無理連れてこの先輩もちょっと紹介したいんで、ちょっと彼女はヒラリって言うんですよ、佐藤ヒラリね。で今から来る先輩は、翼くんって言うんですよ。もう二人とも飛び立ったら帰ってこないみたいな名前ですけど大丈夫、はい、ちょっとほんしたらいっぺんヒラリちゃん、あの翼くんと代わってもらって、さあだから陸上のあのなんとかマシューにちょっと似てへん。あ、じゃああれ柔道か柔道や柔道わかんないんですけど、よろしくお願いします。わからん、見たことないもんな、そうやな、いや実は翼くんは僕今日がちょっと初対面で、あの彼はどっちかというと自分ももともと生まれながらの全盲で、あ、そうです、そうですな、はい、光はわかる、全くわかりません。あ、光も全くないの、全く、はい、もう真っ暗、まあ、真っ暗でも何もわからない状態で、ひらりちゃんはちょっと光がわかるって言ったけどな。そうですね、この翼くんはなんとクラシックピアノが専門らしくてですね、ちょっとこれキーボードなんでちょっと普通のピアノとちゃうからちょっとやりにくい。まあ、あの普通のピアノとは全然違うんですけど、でもあのそうですね、なんかもうとにかくもういろんなピアノでできるようにしていきたいと思ってるんで。あ、ポジティブですよね。ではバッハのナンバーから、ね、ナンバーバッハのインベンションの4番を。インベンションの4番ですか。コンベンションじゃないですか。インベンションの4番ちょっと今日挨拶代わりに。すいません失敗するかも。いいねいいねそれぐらい、はい。おもちゃのピアノを、やっぱおもちゃのピアノかい、はい、あの与えられて、どうして音が出るのかっていうのがすごく不思議でしょうがなかったんですよ。それでもうその仕組みを知りたくて、何台もあのおもちゃのピアノとかその壊したんです、分解して。なるほど、メジソンみたいや。もうピアノに限らずあのフルートとかトランペットとかそういう与えられた楽器はもう全部壊して、もう音のそのどうして音が出るのかっていうその仕組みを
がとにかく知りたかったので、何回も壊して、これ壊しながら、はい、例えば指先で触って、はい、こう答えて見つけていったわけ。そう、これのおかげで音鳴ってんねやというか。そうですね、あの分からなかったところもあったんですけど、こうなってるのかなってなんとなく自分で考えながらやったりしていて、あと、よく私学校にいる時遊んでたのが翼さんと二人で早送りとかよくやってました。早送り？そうなんですよ。何の早送りってちょっとやってよ、早送り。ひらりちゃんがとっても得意なんですよ。あ、なんかあのテープとかの早送りをこういやね、いやこの人ね、もうね、人生が早送りなんですよ。中途は何かっていうと、あのひらりちゃんさ、携帯のあの iPhone 触らしたらめっちゃすごいんですよ、うん、もうね、何かを調べようと思ってあれ、電話に聞くんやろ。はい、音声検索であの、Siri のことってことですよね、うん、音声検索とかやる時の答えがね、うん、めちゃくちゃ電話の声が早口なんです。で、ブーって言ってるやつ全部この人理解できてんの。もうどんな聴力があんねんやと思うぐらい。それなに、このキーボードでそのなんか早送りバージョンの一芸みたいな。いや、キーボードっていうよりも、例えばそのクラシックとかを、うん、中野さんとか翼さんとか私とか聞いて、うん、それをさらになんか機械に入れて、うん、早送りして、それをなんか無理やり、捨てないで、それ二人でできたりするの。いや、あの遊んでるだけです。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 笑ってるだけで。あの、それの音をデルルルルルルそれとかね、あのこのピシって回す、何だっけあれ、なんとかハンドスピナーです、ね、ハンドスピナー、ハンドスピナーも何種類も持ってて、それのね、こういうとことかで、ね、回してみてパンツ見える、パンツ見える。いや、でもやっぱおもちゃのピアノからなんやな。そうなんです。いや、僕ぜひともとか中学校とか高校とかの公園とかね、僕なんかよく行くんですけど、なんか翼くん行くとな、今二十歳です。二十歳なんや。ほんで、ひらりちゃん17歳、だから似たような年齢で、ちょっとその目ね、視覚という名のハンディキャップを背負いながらも、こんなに明るく楽しく自分の好きなことを、才能を伸ばそうとして生きている姿とかを、なんか今の日本の子供たちに体感させてやりたいなっていうのもいっぱいあるんで、ぜひあの、ここにあの佐藤ひらり、この人もいろいろ巡業に行って大丈夫なんですか、お母さん。いや、学校が厳しいので。学校厳しいから一番分かる。ひらり一部やほんま見たらあんの。一応お伝えしてから言ってます。あ、一度お伝えしてから、ね、行きまくってます。なんとかやってます。なんとかなるということは分かると思います。ボランティアでやってますので、私はこの学校に来る前からやってたので、まあしょうがないと思います。中学校から稼ぐ中学生じゃあ一番最初に僕が佐藤ひらりにやった時にですね、もう何よりも度肝抜かれた曲の出だしをちょっと弾いてもらって、今回のふみやきんをお別れしたいなと思います。じゃあ翼君、いっぺんあのお席へ、あるか、まあ、リフルタの柔道の選手にちょっと見てるぞ。マスです、マスです。何度も陸上になります。さあ、ひらり先生。先生じゃありません、いや、私ちっちゃい時から何か言われた、先生とかお姉さんとか言われたんですよ。大丈夫です。はい。あの、よく僕も声を出してる。あ、歌わなきゃ。はい。さあ、締めくくりでございます。アメージンググレース。はい。よろしくどうぞ。アメージンググレースがのっけに来ましてね、
もう会場のみんなもね、あ、そうか、中学生の女の子がピアノ弾くんだぐらいの雰囲気だったのに、のっけのアーメン、もう出た瞬間みんなおーみたいなねやつを今でもはっきり覚えてますけど、これからもたくさんの中高生を励ましにやれることがあるぞというようなことをね、はい、頑張っていきたいと思いますでもひらちゃんはその光しかわからないのに、彼女が自分で作った七色の夢、あの歌もええ歌なんですよ。ちょっと一回ちょっとやってみる。どこ出だしですか。ぜひちょっと全国の中学校高校ね、お母さん、連絡先とか載っけても大丈夫、はいはいはい、ね、ね、どちらへでもお邪魔しますので、母はちょいちょい喧嘩しますけど、お母さんはい、先ほどもしてました先ほどもして一回ちょっと泣いてましたから、ね、もう練習してないのにって曲を何回もやれ何でもありません、はい、そんな感じでもうひらりちゃんや翼くんはもうね、音楽家としてぜひ世界に羽ばたいてほしいな、もう僕からもう何か助言なんてできるものは何もないなということで、かえって、感動はたくさんいただきました。そんな感じでお届けしましたふみやきん、どうぞまたあのチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。